アイナさん、お久しぶりですね。あなたがお元気にされているのは風の噂で聞いてましたよ。風の噂、お隣さんなのに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃ雨降ってる。お、モニカ大好きなアイナちゃんへ。ねえ、見て見て、この服超可愛くない？お店で一目見てたから絶対アイナちゃんにプレゼントしようって決めたの。受け取ってくれると嬉しいな。おしゃれ番長マニカ。なになに、センス良さそうな感じはするよね。ひまわりのワンピース絶対可愛いやん。イエーイ。なんかさ、遠目に見たら上も下も一緒じゃない。なんかガラガラすぎるね。ちょ待って、帽子、スコットランド帽子ってどんなやったっけ。あー、これか。なんかちょっと合わんね。外しとこ。じゃあこれでおるわ今日。イエーイ。雨の中めっちゃ走り回るアホな子みたいな。ん、なんか誰もおらんくない外。ねえ、え、てか今日めっちゃ暗いな。ね、雨は雨でもさ、なんか暗さの加減が違くない？そうでもないかな。みんな家の中？出かけようや、出かけようやね。え、もっと出かけようや。あ、おった。ハンナちゃん。よし。でもなんか前回化石、ね、展示場見に行って、お、ライオネル。あんだけ埋まっとったらそりゃ、被るわなって感じよね。やっぱり僕の部屋にマトドールな服は合わないと思うんだよな。え、めっちゃ合うと思うんだけど。アイナくんはどう思う？まさしく。似合ってるよ。君の意見も一理あるけど、ここは自分の直感を信じて思い切って手放そうと思うんだ、まさしく。こっちの意見無視じゃねえか。結局、いらないってことなのね。受け取ってくれ、アイナくん。遠慮はいらない、まさしく。絶対似合うと思うんやけど、普通に。マタドールな服。ね、絶対似合うよね、この服。いや、いいけども。ねえ、ハンナちゃん。おはよう。いい朝だね。だってね。いい朝ではない気がする。おしゃべりしよう。ここの暮らしにも随分慣れたよ。ちょっとばっか不便なとこもあるけど、住めば都とはよく言ったもんさ。だってね。住めば都。まあね、ちょっとずつ、景観が良くなりよるかどうかはわからんけど、でもまあ施設自体は整ってきたよね。施設自体はね。よし、ちょっと、鑑定を。どうもー。やっぱ外が暗いっていうだけじゃ起きんのよね、ふうたくんは。時間帯的なもの。はい、化石の鑑定をお願いします。今日はこの二つね。どうぞ。あ、なんかワンピース下の部分なみなみになってるね、かわいい。わわ、一つじゃないんですね。どれどれ？あー、やっぱダメか。売り飛ばします。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？いや、大丈夫。そうですか。では、自由に見学ください。あ、そういえば橋できたよね、橋。完成した？あ、ほらほらほら。石の橋かかっとる。ってことで、ちょっと久々のお披露目を。その前にちょっと、化石売り払ってくるね。お、ルーシー。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。でっかいぬいぐるみがあるよ、でっかいぬいぐるみ。かわいい。あ、どうも。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。ってことで、この二つを。あとは、まあ、別に、大丈夫。うん。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計6000メルドの買い取りでいかがでしょうか。お願い。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。これ絶対4万以上いしそうよね。ごめんね。まあ、皆さん、私もちょうどお買い物に来たんですよ。よ。世間話でも。今日は掘り出し物があるような気がして来てみたんですよ。これめっちゃ見よったね、今。熊野大ちゃん。どや。金額は？ああ、思ったより全然安かった。買います。ごめんね。私がいただいていくね、これ。
じゃあ、てか、挨拶のやつかな。あ、違った。買い物？買い取り強化か。たぬき回り 150×2 ゲットー。イェーイ。よし。今度はなんか優勝旗みたいな見のやけど。結構自分の好みそうじゃなくても何でもかんでも気になるんやね。あ、そう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 。案内所で、しとかんといかんのよね。どうもどうも。久々にお願い。アイナさん、どうもどうも。こちら建築相談カウンターだもん。どういったご用件だらもん？セレモニーに参加したい。そっか、セレモニーとかいうおしゃれな名前やったっけ。お、アイナさん、セレモニーの参加をご希望なんだもん。今なら新しい橋の完成をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだなもん？参加してくれるかな？します。はいはーい。じゃあ、早速始めるから会場にご案内します。ちょっとこんな土砂降りの中悪いけども。勢揃いだね、みんな。それでは、ただいまより橋の完成セレモニーを取り行います。パチ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 。ありがとだなも。皆さんの絶え間ない協力によって、この江戸は素晴らしい発展を遂げているだなも。この調子でどんどん島を盛り上げていってほしいだなも。イェーイ。次に、橋の建設に多大な貢献をしてくれた江戸さんに、島民を代表して一言いただきたいだなも。それでは江戸さん、一言お願いするだなも。やったね。うんうん、本当にその通りだなも。アイナさん、どうもありがとうだもん。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだなも。あと、記念写真を撮りたい人は、シャッターチャンスに、ボタンを押すのを忘れなく。橋完成のお祝いと、僕らのアイナ島のますますの発展を願いまして。よー。イェーイ、おめでたーい。撮影しました。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。どうもどうも。ふぅ。久々やったね、セレモニー。よきよき。やっぱりみんな今日は、ね、在宅率がすごい高い。お、読書中？何の本それ？ん？え？何それ？服や服、服がめっちゃ映っとる。カタログかなんかかな？ファッション雑誌？すごい。ねえ、ちゃんと見えるのいいよね。遊びに来てくれてありがとうならだわ。話しに来たよ。アイナさん、昨日たくさん化石を発掘したんですって？もう鑑定は済ませた？掘り出した時と、フータさんに見せる時、どっちもドキドキしちゃうわね、ならだわ。掘り出した時は大してドキドキせんねえけど。ね。ドーリーワンピースって何やった？あー、これか。なるほどね。なるほど、なるほど。今日は、誰が家の中で、作っているのかしらというのがすごく気になるのだけれど。マミーさんか？レシピ集め。それは？ほっ。虫図鑑や虫図鑑、カマキリとか映っとる。子供と一緒に。アイナさん、お久しぶりですね。あなたがお元気にされているのは風の噂で聞いてましたよ。風の噂、お隣さんなのに。なかなかお話できなくって、ちょっと寂しかったでした、ふん。何かご用ですか、たふん。世間話でも。そうそう、ご存知ですか？もうすぐライオネルさんの誕生日なんですって。そう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 、言ったよね。29日、忘れないように手帳にしっかり書いとかなくっちゃ、たふん。まあ、でも掲示板にデカデカと書かれてるけん大丈夫やと思うけどね。そういえば今日メッセージボトルも回収してないね。どこに落ちとんやろ。お、カジロウが作ってる。たま。アイナ、その辺歩くときは気ぃつけろよ。何か落ちてるかもしれねえからな。木？な、落とし物のこと？
クールなヒアシンスのリースをちょっと拘束してみようと思ってな。難しそうに見えるかもしれねえが、こういうのはな、気合と根性で意外となんとかなるもんなんだぜ。今じゃこういうことを DIY ってカッコつけて読んだりするらしいが、俺は日曜大工の方がしっくりくるな。でも、リース、日曜大工って言われてもなんか違うな。ふ重いんやけどさ、男の子結構、女子力高いもの作らん？ね、そういう率が高いような気がするんですが。クールなヒアシンスのリース。多分前の、あの、頭に乗っけとったやつと同じ種類かな。ふんふん。クールなヒアシンスのリースのレシピを覚えた。どこや。これ。同じ種類かな。わからん。わからん。でもとりあえずかわいい。ヒアシンスいっぱい生えとるけんね。んで、ここはもう一旦やったっけ？こっちかな。あ、こっちも行ったか。こっち側かな？メッセージボトル。あ、あった。よしよし。拾ってくれてありがとう。昨日お家で DIY してたら材料を間違えたみたいで、こんなものができちゃったんだ。作り方もとっても簡単だよ。僕でも作れたくらいだもん。作るときには怪我に気をつけて。手作り大好きタコヤより。タコヤって誰？わからんけどタコ住民？DIY。金のスカラベ。知ってた。知ってた。しかもどうやったら何をどう間違えるんだ。そんな高級な金まで使っちゃって。間違えようがないよね。もともと金は使う予定やったけど、その他の材料を何か間違えたとかかな。金使って間違えたくないな。恐ろしすぎる。ね、それで、何も完成しなかった場合、損害がでかすぎるんですが。何かブクブクしている。そういや、新しいさ、これ着てみよう。葉っぱ柄マリンスーツ。あ、かわいい。いいね。え、これ入っていけるやつよね。かわいくない？あれ？なんか前の、あの、ボーダーのマリンスーツってもっとなんか、上下分かれてなかったことない？これ上下分かれとるタイプ。セパレート。お、ちゃんとほら、入っていける。セパレートタイプの方が圧倒的に可愛いと思う。これさ、これって雨の日とか変わるんかな？取れるもの。ちょ、待って、とりあえずそこも。は。なんか、潜ってしまったらあんまり進んでいかん気がするんやけどさ、上から狙っていきよったらめっちゃ、移動早くない？水クラゲ。あれやね。なんか曇った日に撮ったらあんまり、キラキラした感じじゃないんやね、水クラゲ。なんか晴れた日に撮ったらさ、結構真珠と間違えるぐらい、綺麗な感じがする気がするんやけど。私の気のせいかしら。お。もうね、どうせ雨の日やけんね。びしょびしょになってしまっても関係ねえや。関係ねえや。よっ。ムール貝。パエリア。ん？あれもブクブクだね。おし。もう結構さ、海の幸も、え？びっくりした、ないんかと思った。ね、だいぶ取り尽くした感あるよね。種類。はい、イソギンチャク。そろそろちょっと持ち物が。おお、ちょうど。ちょうど埋まった。ね、なんかこのマリンスーツやったらさ、結構なんか、このまんまでもおかしくないぐらい可愛くない？普通に。私は好きなんやけど。いいね、いいね。思うんやけど、私がさ、持っとるなんか、ピンクのパーカーもね、なんかこんな感じなんよね。雰囲気的に。あの、内側にハイビスカスの柄が入っとんやけど。あれ、ルーシーおらんくなった。ちょ、海の幸を売り飛ばしに来ました。
ああとあれか、金のスカラベ。はい、これぐらいかな。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい、では合計4000ベルトの買い取りでいかがでしょうか。いいね。やっぱ海の幸が一番効率よく稼げるような気がするな。あ、でもあれか、海の幸だいたい全部いい感じの値段で売れるけんあれだけど、見極めてって言うんやったら昆虫の方がかな。あ、パンダの傘使ってくれよりやん。おはよう、朝から会えるなんて嬉しいわ。だってば、え、これあげたやつよね。お話ししよう。元からじゃないよね。やりたいこととやらなきゃいけないこと、どっちも丁寧にこなしていかなきゃね。だってば。だってば。今なんか普通に聞きよったけど、だってば。ハンナちゃんの口癖映っとるやん。え、だってば。だってね。だってねとだってば別？シャンティの口癖ってどんな口癖やった？ちょっと思い浮かばんねえけど、だってばでよかったんやっけ。なのだわじゃなかった？え、それ別の子？なんかちょっとよくわからんくなってきた。なのだわは誰？ツンドラさん？わからない。混乱してきたぜ。また雑草がちょっと増えてきたね。レイジ君やってきてくれんかな。まあ別に普通に売りさばいたんでもいいんやけど、なんか今日貝殻すごい多いね。最近貝殻 DIY で使ってないけん、普通にまた、あ、でも売り飛ばしていこうかなとも思うけど、いざという時にないのもな。まあそんなんよったら何も売れんくなるけど。生き物とか以外。はい、それじゃあ、アイダホのお家へ。お邪魔します。え、これ、カジロウじゃない？アイダホ隣やんね。まだトンカントンカンやってたよ。ごめんね。めっちゃなんか不審者みたいな感じになってしまった。どうもー。こんな雨の日に来てくれたのかいな。まあプロテインでも飲んできよ、な心。世間話でも。今度の土曜日は虫取り大会だな。準備はできてるかいな。オイラは今から上腕三頭筋をバッチリ鍛えてるぞ。オイラの網さばき、かっこしとけよ、な心。上腕三頭筋ってどこ？上腕二頭筋はね、筋肉のネタで聞いたことあるんやけど。上腕三頭筋はちょっとよくわからないな。パイン柄アウトドアハット。何かあげれそうなものと思ったんやけど、これ普通のアウトドアハットか。アウトドアハットこれに似合うかも。ちょっとあげるものを選びよったけど、自分に似合うものの方になってしまった。いいね、いいね、アウトドアハット。そっか、ハンナちゃんは外におったんよね。あ、ルーシー家に帰ってきてる。何買ったんやろ。え、立ったまま寝てるよ、大丈夫？疲れた？すー。わー。あら、ごめんなさい。ちょっと寝ちゃってました。よ。立ったまま、立ったままってめちゃくちゃ疲れてない？私にご用ですか？よ。お話ししよう。今度の土曜日は虫取り大会ですね。アイナさんも大会には参加されるんですか？私は大会に向けて虫の本をたくさん読んで勉強したいと思います。よ。勉強する意味なんかあるかな。ちょっとよくわからないんだけど。ジャンパースカートどんなやったっけ。あ、これか。これ絶対似合うと思うな。よし。ルーシー、ちょっとこれ。私にご用ですか？よう。これいらない？え、私に？よう。ジャンパースカートの制服を。はい。ジャンパースカートの制服？こんないいものをいただいていいんですか？ちょっと着させてもらいますね。私に似合うかしら。ほら、似合う。いいね。ありがとうございます。ちょうどこういう感じのものが欲しかったんですよ。お礼と言ってはなんですが、タンクトップチュニックです。どうぞお待ちください。うん、ありがとう。タンクトップチュニック、どんな感じ？あ、かわいい、おしゃれ。え、てかこういうの、どうかな？ハンナちゃんとか、モニカとか似合いそう。あげに行こう。ちょ、待って。マリンスーツ着とく。じゃあね。色味的にはモニカの方かな。
何かは家か？あ、アイダホ外出しとる。モニカ、モニカ。あ、おるおる。お邪魔します。お、なんか疲れてますね。やっほー、アイナちゃん。家の中で遊ぶのも楽しいよね。あは。それは遊びじゃなくて鍛えているのでは。これもらって。え、あたいになんかくれるの？あは。これかわいいよ。あ、間違えた。間違えた。え、マジ？ケイトのコートじゃん。じゃ、早速着替えてみちゃおうかな。いや、まあ、似合うけど。似合うけど。ほんとありがとうね。マジ狙ってたやつだったからさ。ゲットできて最高だよ。あは。ただでもらうのなんか悪いし。この一斗缶いらねえ。いらねえ。え、なんかこのコートめっちゃ似合うな。ちょっと待って、外してよ。サングラスとか。しかもその格好で鍛えるんかい。絶対暑いやん。待って、似合わなすぎるんだけど。でもこのコートさ、コート自体可愛かったけん、ちょっと手放したくなかったんだけども。いや、可愛い。でも可愛いよ。うん。でもちょっと色味がな、もうちょっとグレーとかの方が似合いそうな感じやな。待って、私、一斗缶もらったんよね。一斗缶。うん。どこに置こう。あれかな、こっち？この辺？この辺、この辺置いとく？まあなんか使うやろ。コンロがないけんあれやけど。こんな感じにしておこうっと。よし。いろいろと渡すものを間違えるなぁ、つらー。ちゃんと確認せんと。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ一応ね、イベント限定とかじゃなくそのうちちゃんと店頭にも並ぶようになるコートやったけん、あれやけど。若干ショック、可愛かったけん。